おはようございます。おはようございます。寝れましたか？2度目の目覚ましですけど、おはようございます。ただいまの時刻6時27分。確か昨日5時半には起きるって言ってましたよね。1時間寝坊ですけど、動き出した。起きるのか？起きるのか？すごい。お隣さんのいびきがまだ鳴ってるよ。晴れたね。晴れた。晴れたね。
いや、反対がいい。ちょっと燃えるよ。ちょっとよ。次に止まる。神の高級食パン。でも読んでかったな。車に。今これも焼くスペースある？今のとこないよね。夜間をどければ。一個ずつでいいよ。一枚ずつでも。どけるよ。一枚ずつ。包丁まだ切れる。うん。いや、まだ切れるって、この間の包丁ちゃうやん。違うよ。だから何言うとるんだろうと思って。なんで、うんって言ったの。そっから。めんどくさかった。そうだ、ね、あ、鉄板が熱いからか、鉄板っていうか、そうそう、だよね、鉄板ではないか、もうちょっとでいいかも、帰ろうって言ってたの、そうそう、だったよ、またそういう、そういう時期が来るね、でもなんか日の出が早くなるからね、どん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 。この、あれどうする？フランクフルトじゃなくて、ジャンボフランク、ソーセージフランク。持ってきて。どこに置く？ここ。どこ？ちょっと熱いよ。うん。これちょっと。お、パンも焼かないの？パンもいい。おお。熱々熱々熱々。熱々。こっちでいい。ここでいい。うん。朝日が神秘的だよ。すごいね。あっちを映してほしい。
えば昨日ドローンが飛んできたよ、夕方。え、そうなんだ。うん、飲もうと携帯持ってみて、ええー、って言ってさ、出てみたらドローンがここで来てから U ターンして、あっちにまた行った。眠くなってきた。食べ終わったら寒くなったり眠くなったり忙しいね。うん、あー、行った。ネビー距離でだいぶ飛んでくるから気をつけて。普通に穴開くで。よく。あう。それ穴開いてもいいやつ。なんかエリアがないけお芝居もすごいし。風がすごい心地いい。いや、心地よくない、寒い。寒いよ。じゃあちょっと散歩に行こう。うん、なんかここら辺ほこりすごい。ね、ほこりすごいよね。うん、なんで待ってんじゃないかしら、陰で。あ、三池野鳥の森案内図があるじゃん。昨日もいたよね。うん、あ、鳥が書いてあるよね。ヤマセミ。へえ。水深約100メートルだってこの池。全然聞いちゃいねえ。池になるのかな。あくびが出ますね。ところだね。うん、のどかだし設備は整ってるし、うん、きれい。トイレもきれいだったし。うん、わ、すげえ。うわ、この木めちゃくちゃでかいじゃん、ね、うん、すごいね。でかすぎ。次は何？どこ？あそこにほら。え？そこそこ。飛んでた。他に餌を与えないでください。だって蚊が出ます。そうなんだ。
水深が103メートル、周囲は4キロ、結構あるんだね。気が大きい。あ、あっちの奥の方も広いんだね、うん、向こうも全然建てれるじゃんテント、ね、うん、あっちの、あっちの奥いいね、うん、この向こうの奥に行こう。晴れた日にさ、結構いい、うん、なんか 雨っぽい時に来ると怖いけど、怖いよね、すごい暗いもん、こだまがいいっすね。あ、そうだね。そんなんだっけ、なんか違う。キャンプを終えて今から帰るところです。楽しかったですね。今度パンダまた来たいね。温泉もねすごい良かったから、もう一回3カ所あるうちの一箇所に行ったんだけど、もう一回そこに行きたいかな。そう、もう一回行ってもいいな。なんかやっぱ時刻10時半、はい、帰りましょう。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。向こう撮って、向こう撮って。やばい景色。Baby, I said goodbye with tears inside.